い、どうも、たしです。突然ですが、昨日の夜ね、スイッチの新型モデルが発表されました。いやーね、スイッチの新型モデルの噂はだいぶ前から結構あったんですけど、いや、まさか本当にこんな急に来るかっていうぐらい急だったんで、すごくびっくりしましたね。で、個人的に気になった変更点としては、スプラプレイヤーに嬉しいあの LAN ケーブル有線対応だったり、あと保存容量がね、今までの 32GB から 64GB になるっていうことでね、もうこれまでね、スマブラ1本入れるだけで容量半分消滅したこの悲しみから、まあ、解放されるっていうのと、まあ、あと30秒録画をね、撮ろうとして、あの容量いっぱいで撮れませんっていう悲しい事故もね、まあ、ちょっとは減るんじゃないかなということで、では結構嬉しい新モデルなんじゃないかなと思ってます。で、まあ、詳細が気になる人はね、概要欄に、まあ、詳しいリンクとか貼ってるんで、まあ、ぜひね、そちらを見てみてください。で、まあ、今回の動画は、その新型モデルの紹介ではなくて、まあ、なんとね、実は、このスイッチの紹介動画の中に、なんとね、スプラ3の新映像がね、映ってるとのことで、昨日の夜ね、ツイッターとかで結構話題になったんですよ。まあ、時間にしたらね、本当に数秒の短い動画ではあるんですけど、まあ、新映像っていうことにはね、変わりはないので、紹介していきたいと思います。はい、で、映像はここからなんですけど、この弓で、弓を撃ってる動画が、出たんですよ、とうとう。で、しかもここからすごくて、弓がね、これ、見えました、今。チャージキープができるっていうのが、この動画で分かったんですよ。で、まあ、動画はまあここまでなんですけど。まあね、短い動画ではあったんですけど、まあ、この、ね、弓をね、実際に使うとどんな感じなのかなっていうのがね、ほんのちょっとだけでも分かったんで、まあ、個人的にはね、結構嬉しかったですね。はい、で、まあね、せっかくなんで、この動画をね、じっくりスローで見ていきたいなと思うんですけど、意外とね、情報量あって、例えばここでね、もうハイプレ3本だったり、弓がね、縦打ちと横打ちがあるってことだったり、で、さらにここね、右上から、スーパーショットの弾なんじゃないかっていうのが3発出たりね、もうね、意外と入ってるんですよ、情報が。で、ここで弓が、歩きだと、横打ちになって、ジャンプだと縦打ちみたいなことも分かったりして、で、ここね、弓打つんですけど、見えました？今ね、3本打ったんですよ。で、さ、弾が3本出るっていうのもね、この辺から、ちゃんと見えたりして、面白いですね。で、ここもさらにすごくて、ここですね、チャージキープをできると弓が。これね、かなりびっくりしましたね。果たして、スプラトゥーン3の環境はね、どうなってしまうんですかね。はい。というわけで、まあね、動画としてはね、以上になってしまうんですけどね。もうね、なんて言うんだろう、スプラトゥーン3がね、待ち遠しすぎて、もうね、こんだけの情報でもね、なんか、こんだけ喜んじゃうんですよね。なので、ね、皆さんも一緒にスプラトゥーン3、心待ちにしていきましょう。で、もしみんなもね、なんか動画見て気づいたこととかあったらね、コメントとかで教えてくれるとめっちゃ嬉しいです。というわけでね、自分は今後もね、こんな感じでスプラトゥーン3のね、情報が出るたびにね、動画にしていこうと思ってるんで、まあね、もしよかったらチャンネル登録して、また見に来てくれると嬉しいです。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。